青木由美と佐々木千秋の愛され召し上がれ。皆様こんばんは、婚活料理カウンセラーの青木由美です。こんばんは、佐々木千秋です。前回放送のオープニングでちょっとお話しさせていただきましたが、はい、まあ、ようやくと申しますか、うん、あっという間に春が近づいてきておりますね。そうですね、うん、ということでですね、青木さん、やはりこの番組、婚活とともに料理推しの番組でもございますので、ぜひここはですね、春を感じる料理の簡単レシピ一つお教えいただけますでしょうか。なるほど、まあ、春っていうとね、まあ、ひな祭りとか、まあ、お花見っていうイメージが私はすごいあるんですね。そうですね、でそういう時に食べるお料理とか出てくるお料理ってなると、まあ、ちらし寿司とか、うんうんうん、あとはそうですね、お花見とかでも、はい、まあ、いなり寿司がね出てたりとかっていうのがあるので、はい、今回もご紹介していくので、見た目が春らしい手まり寿司をちょっとご紹介しようかなと思います。お、手まり寿司、これね、簡単に作る方法があるんですよ。そうなんですか。なので今日はね、簡単に作れるっていうレシピをご紹介しますが、はい、まずお刺身数種類と、はい、ご飯と、はい、あとは寿司酢、これね、寿司酢ってスーパーで混ぜるだけの商品売ってますので、それ買っていただくとね、簡単に作れます。へー。でご飯は少しだけ固めに炊いていきます。はい、あ、固めに炊くのがいいですね。あとでね、寿司酢混ぜた時に柔らかくなりますので、うん、ちょっと固めに、そしてボウルをご飯に、はい、ボウルにご飯移してもらって、はい、寿司酢と混ぜて人肌まで冷ましていきます。はい、ラップを広げてお刺身を置いて、はい、その上にご飯を500円玉ぐらいのサイズで乗せてもらいます。そんなちっちゃくていいんだ。そうなんです、はい、でこれをラップでね、こうくるくるっと丸めてもらったら完成なんですけど、はい、まあ、例えばマグロだったりとか、エビだったり、いろいろな種類があると並んでるとね、まん丸のがいっぱいなので可愛らしいんですよ。確かに色合いというか彩りが綺麗ですよね。そうですね、お子さんいらっしゃる方とかだったら、はい、お子さんと一緒にラップくるくるって丸めるところ手伝ってもらったりもね、いいですし、楽しいかも。彼と一緒にね、2人でこうラップでくるんで、いいですね、ワイワイと作るのもいいかなと思います。いいですね、共同作業、楽しいですよね。手まり寿司ね、なかなかこう、まあ、日常的にはもしかしたら作る方少ないのかもしれないんですけど、ちらし寿司とかだったらまだね、まあ、春だからこそ、はい、ね、目で楽しんで、ね、味を味わってっていうのがね、またいいですよね。色とりどりのね、お刺身とかがね、ざっと並んでると、はい、味も美味しいし、見た目も春っぽいしっていう点ではおすすめのメニューですね。そうですね、まあ、彩り綺麗というところで、まあ、インスタ映え、あ、そうですね、ですけど、ちょっと写真撮りたくなっちゃいますよね。ありますね、ぜひね、皆さんも手まり寿司、まあ、こういった機会をね、なかなかないと思いますの です、ね、ちょっと一度ね、チャレンジしていただくっていうのもいいかもしれませんね。差し入れでね、ちょっとね、すぐ食べるなんていう時にも、ね、喜んでもらえますよね。可愛いってね、思っちゃいますもんね、ぜひ作ってみてください。ありがとうございます。いかがでしょうか。今放送のこの番組、愛され召し上がれでは、ラジオを聴きの皆さんにとってためになる情報満載で、特に婚活や料理などについての話題を中心にご提供してまいりますので、どうか今回もよろしくお願いいたします。それでは今回から始まる新コーナー、ワンランクお得な食材の調理方法のコーナー。さて、今回から始まりました新コーナー、はい、ワンランクお得な食材の調理方法は、普段のお料理で知らず知らずのうちにお得というか、それもったいないよといった食材の調理法について、料理専門家の青木由美さんから改めてアドバイスをしていただくコーナーです。それでは早速、今回のお得な食材調理法についてお話しいただけますでしょうか。はい、今回はですね、はい、血液をサラサラにしてくれる玉ねぎの切り方についてご紹介していきます。はい、いつもね、はい、まあ、今回は玉ねぎですけど、こういつも切り落としてしまっているほうれん草の根元とかね、はい、あとはピーラーで剥いてしまってる人参の皮とか、はい、まあ、実は栄養がかなり高いのに知らずにね、捨ててしまってるっていう方も中にはいらっしゃると思うんですよ。はい、そんなね、食べ方は今日でおしまいにしてもらって、はい、まあ、このコーナーで栄養をしっかり取れる食べ方とか切り方とか、
あとは加熱の仕方っていうのをね毎回ご紹介していこうかなっていうコーナーになります。あらこれは嬉しいな。ちょっといいですよね。せっかく料理するんだったらお得にって大事ですもんね。そうですよね。なのでね、はい、今回は玉ねぎについてっていうのをご紹介しますね。はい、あの玉ねぎって切るとき涙出るじゃないですか。出ますね。あれが辛いんですよね。でこのね涙が出る成分なんですけど、はい、硫化アリルっていう成分が多く含まれてるから涙が出るんですね。でこの硫化アリルっていうのは、はい、空気に触れると、はい、アリシンっていう成分に変わって、はい、でこのアリシンっていうのがコレステロールを抑えたりですとか疲労回復とか、はい、美肌効果、あとは血液サラサラにしてくれるっていう効果があるんですね。すごいいろんな効果が。そうなんですよ。だからねとっても重要な効果なんですけど、なるべく多く空気に触れた方がこのアリシンっていう成分がですね、はい、元気になってくれるので、まあ、できればね細かいみじん切りにしたりですとか、はい、あとはすりおろしがいいんですね。そしてそこからですね切った後10分くらい放置するというのがポイントです。玉ねぎをこう切った後に10分くらい放置する。そうなんです。そのまんま置いといて空気に触れさせるんですよ。へすぐにもう切った後すぐお料理する、はい、ね、炒めるとかねするよりも放置した方が疲労回復とか美肌効果、はい、血液サラサラにしてくれるという効果が高くなりますので、10分置いとくだけでね栄養変わるんだったら置いといた方がお得じゃないですか。そうですよ ね。でもちろんねこのみじん切りとかも、はい、あの大きなみじん切り、まあ、なんかねこう粒が大きくなっちゃったみたいなものよりもね、まあ、そういったものよりも細かいみじん切りの方が、はい、あの空気にたくさん触れますので、効果が高くなります。そうなんだ。どこまで細かく切れるかっていうところで ね、はい、あの血液サラサラになるかとか美肌効果がどのぐらい得られるかっていうのが変わってくるんですよね。頑張って小さく切ろうかなと思っちゃいますよ ね、ね。でそしてですねさらに玉ねぎってよくあの炒めていくと甘さが出ますよね、はいはい、飴色玉ねぎっていうね、うん、ものがありますけれども、はい、飴色玉ねぎって実はお砂糖の50倍の甘さが出ていて、はい、カロリーもお砂糖よりも全然低いじゃないですか。そうですね、お野菜ですのでね、はい、でなのであのかなり甘く、ね、していきたい、あの料理の甘さを出したいなんて言った時にはいいんですけれども、はい、ただし長時間加熱をすると、はい、熱に弱い、まあ、ビタミン類の栄養素が、ね、なくなっちゃうっていうデメリットもあるんですね。ですのであの玉ねぎね飴玉にしようかなどうしようかなと思った時は、はい、甘さとコクを取るのか、はい、それともあんまり炒めずにビタミン類とか栄養をね、あの取っていこうかなっていうのを考えるか使い分けをするのがおすすめです。そうなんだ。さらにですね、はい、洗い方もポイントあるんですよ。洗い方、うん、そうなんです。なんだろう、わかんない、どうするか、ね、はい、洗い方なんですけれども、はい、玉ねぎのこのね涙が出る硫化アリルっていう成分が、はい、水に弱い栄養素なんですよ。ですので、はい、涙が出ない対策としてですね、はい、洗う時に水に漬け込んでおくと涙が出ないっていう方法があるんですね。確かに漬け込んでおくと涙は出なくなるんですけれども、はい、その分栄養が硫化アリル全部流れてってしまいますので、はい、血液サラサラの効果も疲労回復の効果も減ってしまいますので、できればねさっと洗うだけの方が無駄がなく栄養取れるんですね。洗い方、そうなんです。これはもう全くもって知りませんでした。ちょっとしたところでねこう、はい、摂取できる栄養の量って変わってくるんですよ。そうなんだ。さらにですね、はい、さらにそれだけではなくお得にしようと思ったらですねもっとお得にできちゃうんですか。まだあるんですよ。すごい、はい、はい、あの玉ねぎのですね、はい、皮を剥いて日光に1週間当てるっていう方法があります。どういうことですか。実は、はい、玉ねぎの皮にもですね栄養って含まれていて、はい、で血液サラサラの効果とか、はい、動脈硬化予防ができるんですね。まあ、とは言ってもですよ、玉ねぎの皮食べましょうってちょっと辛いじゃないですか。そうです ね、なかなかね結構勇気、そうそうです、そうです、勇気もいるし、はい、
ですので皮食べるっていうのはちょっと難しいですから、はい、皮を剥いてで日光に当てておくっていうことで玉ねぎ自体の栄養を4倍に増やすっていうことができるんですよ。そうなんですか。日光に当てるって結構大事ですよね。あのお部屋の中でも全然いいのでとにかく日光に当てるっていうこと、これをやるっていうんですね。いやすごい栄養が上がるんですね。栄養値が上がりやすいというか、これだけでも全然変わってくるんですよ。うーん、まあ、皮をね食べる方法としては、はい、もちろんあのスープとして、はい、こう野菜くずとかいろいろなものをねあの煮込んでいってそれで出汁を取ってそれをねあの料理に使うなんていう方法ももちろんあるので、はい、皮の栄養も無駄にしたくないわっていう方はあの皮からね出汁取るっていうのもいいと思うんですよね、はい、へー、うん、皮から出汁を取るいいですね、うん、このね玉ねぎをいつもよりお得に食べるポイントは全部で4つです、はい、まずは切ったら10分間放置をすること、はい、ね、置いとくだけです。次に細かいみじん切りにすること、はい、3つ目は水に長時間つけて洗わないこと。4つ目、皮を剥いて1週間日光に当てること。この4つをね、実践するとかなりお得に玉ねぎの栄養全部丸々ね、摂取することができます。いやー玉ねぎすごいな、ね、なんとなくね使ってる玉ねぎですけど、はい、こうやってねちょっとした工夫で全然違いますよね。そうですね、うん、今度多分玉ねぎを目の前にしたらちょっとしゃべりかけはしないですけどお前すごいなって言っちゃいそうですもん。褒めるんですか。それなんか話しかけたら玉ねぎもっと元気になっちゃうかもしれませんね。もしかしたらいいですね。いやこうね食材と向き合うきっかけになりますね。そうですね、やっぱりねこういった知識が増えれば増えるほど、うんうんうん、あの同じ料理を作るのでも健康的な料理にもなっていきますし、ただ作るだけではちょっともったいないですから、そうですね、こうやってお得にねやっていった方がいいですよね、うんうんうん。わあ、ぜひね多分ご存知なかったって方も多いんじゃないかなと思いますので、うん、ぜひね実践していただいて、はい、まあね、このコーナーでちょっと毎回ね、はい、今回は玉ねぎでしたけど、うんうん、他にもねあのほうれん草だったりとか人参だったり、はい、いろんなものをちょっと次々ご紹介していこうかなと思ってますんで、はい、へ、楽しみにしたいと思っておりますありがとうございました。いかがだったでしょうか。今晩からのお料理作りでぜひお試しください。そしてこのコーナー含めこの番組の模様は本日放送終了後約1週間程度で再編集映像配信版として YouTube にもアップいたしますので、しっかり YouTube でチャンネル登録をしていただきまして何回も再生しながらスキルアップしていただきたいと思います。そうですね、はい、以上ワンランクお得な食材の調理方法のコーナーでした。改めまして皆さんお聞きいただいておりますこの番組愛され召し上がれ、担当は青木由美と佐々木千秋のコンビでお送りしております。さて続いてのコーナーは料理の素朴な疑問、続いてのコーナーは料理の素朴な疑問ということで、まあ、私みたく料理があまり得意、改めあまり積極的に料理をしないよという方々にとってもとてもためになるコーナーだと思っております。はい、このコーナー人気みたいですね。そうですね、すごく気になっちゃいますけれども今月もですねいろいろな料理についての素朴な疑問に青木さん簡単に分かりやすくお答えいただきたいと思います。分かりました、今月もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではですね、あの早速なんですが、あの今回もね野菜料理について基本的知識、素朴な疑問などについてお伺いしていきたいと思うんですけれども、野菜、新鮮な野菜選びたい方に、うんうん、美味しい野菜見分けるコツみたいなのがあるのかなっていう素朴な疑問です。確かにね、はい、スーパーに行ってる中でどれ選ぼうかなって思いますよね。これね、あのそれぞれに新鮮なものを、あの見抜くポイントっていうのがあるんですね。まあ、一番ねあの気になるなっていうのは葉物類、はい、いわゆるあの小松菜とか、はい、ほうれん草とかチンゲン菜みたいな、ああいうのとかって結構山積みでスーパーとかでもね、はい、ドンって見かけたりすると思うんですけど、ああいったものの場合に葉物類というものですけれども、はい、葉先までピンって伸びていてみずみずしいものを選んでいってください。
あ、ピンと伸びてるものが、そうなんです、ピンとしてるものが一番いいんですね。であとですね、はい、キノコ類、はい、ね、キノコ、まあ、例えば椎茸とかえのきとかしめじ類、ね、これも買うこと多いっていう方も多いですね、いらっしゃると思いますが、はい、根元が変色してないものとか、はい、あとですね、傘が開いていなくてで、はい、軸が硬いものを選んでいくというものなんですね。そうなんですね。あのキノコ類ってだん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 、はい、あの裏側のこの傘の部分がパカッとこう開いていくんですよ、うんはいうん、なのでこれがキュッてこう閉まってるようなねものの方が新鮮というものですね。目安にしてみよう。あとはですね、はい、まあ、レタスとかキャベツとか白菜、うんうん、これはですね、はい、芯の部分がね白くて重たくて、はい、で形がいいものを選んでいきます。そして葉の葉っぱのね緑の色がすごく濃くって、はい、ツヤのあるものが新鮮なものとなります。なるほど、ね、あとはですね、あの人参とか大根っていうのもね、はい、よく買う方多いと思いますが、うんうんうん、これはですね表面にツヤのあるものが新鮮となっております。あ、やっぱそうなんですね、うん、やっぱりね、あのみずみずしいものとか新鮮という、ね、うんうん、部分では、まあ、全体的に共通しているかなというものなんですね、うん、あとはですね、あの分かりやすいもので言うと、はい、キュウリとかナスとかトマトとか、はい、あとは、まあ、ピーマン、オクラみたいなね、うんうん、こういった、まあ、花菜類と呼ばれるものなんですけれども、はい、これはですね、あのトゲが、キュウリとかもトゲあるじゃないですか。 ありますね、うん、あのトゲがですね、はい、あの多いものが新鮮なんですね。あ、そうなんですか。そしてさらにヘタがツンと立ってるものがあの新鮮になりますので、はい、トマトとかもヘタの部分のね、うん、あの緑の葉っぱみたいになってるところ、はい、あそこ見てもらって、はい、あれが綺麗な状態でピーンってしてるものが新鮮というので見分けていただけるといいかなと思います。なるほどなるほど、こうやってね、さまざまなもので見分け方っていうのがあるんですね、はい、あるんですね。まあ一概に結構キノコ類を驚きでした。あ、開ききってるものが、まあまあ、新鮮なのかなって勝手に思ってたんですけど、うん、違うんですね。そうなんですよ、まあ、あとよく買うのだと芋類かな、うん、じゃがいもとかね、あ、うん、さつまいもとか、はい、あのじゃがいもとか段ボールに入ってて好きなものを選んでくださいねってね。そうなんですよ、どうしようってね。すごい悩むんですよ。うん、うん、ですよね。はい、うん、あのじゃがいもとかねさつまいもに関しては、はい、表面の張りとツヤ、うん、あとはですね傷とかシワの少ないものを選んでいくといいですね。あ、うん、あとね私個人的にはですね、はい、あの皮を剥いて使うっていう料理の時には、はい、皮剥きやすいのがいいなって個人的に思うんですよ。あ、ちょっとわかります。あの剥かない時はねそのまんまなので、はい、何でもいいんですけど、なので皮剥いて使う料理を作る、そんな時に買いに行った時はあのできるだけまん丸のこう、うん、凸凹が少ないのを選んだりとかしてますね。そうですね、うん、確かにそういう風にして選んでるかもしれない、うんうん、使いやすい方がいいですからね。そうですよね。いやーすごい、こんなにたくさん選び方というか新鮮なものの見分け方あるんだなって思いましたね、はい、あとはですね、野菜の切り方。あ、はいはい、あの野菜って、うん、こう、まあ、包丁で切るっていうイメージがすごく強いんですけど、全て包丁で切るんですか？これね愚問ですかね、はい、実はですね、はい、全部じゃないんですよ。あ、え、そうなんですか、うん、あのレタスはですね、はい、手でちぎる方がいいんですね。へえ。でこれなんでっていうとですね、理由が2つあります。あ、理由があるんだ、うん、1つ目は、はい、手でちぎった方がドレッシングが絡みやすくなるっていう理由、うん、2つ目は、はい、レタスって鉄に触れると酸化しやすくなってですね、はい、切り口が赤く早くなってしまうんですね。あ、うん、なので切り口が赤くならないようにするために、はい、手でちぎっていた方がいいんですね。そうなんですね、うん、こういった理由で手でちぎるっていうのがあるんですよ。で他にもですね、あのハーブ類、例えばバジルとかね、はい、ああいったものも手でちぎった方が香りがいっぱい出るんですよ。そうなんですね、うん、なので包丁でねバジルを刻むとかよりも、はい、手でパリパリってこうちぎってもらって、はい、まあ、パスタ入れるとかトマトに入れるなんていう使い方をしてもらった方があのいい香りのね料理が食べられると。
ああそうなんですね。ね、何でも包丁っていうわけでもないんですね。そうなんですね。勉強になりました。うん、はい。あとあのお料理、まあ、野菜の切り方の流れで、あると便利な道具とかってありますか？ああなるほど。これあった方がより良いよ、うんうん、みたいなもの。そうですね、はい、あのおろし金とか、はい、あとはピーラーとかスライサーはあると便利かなと思います。あのおろし金って、はい、あのすりおろしてね細かくするっていうためのものですけども、はい、これ大根おろしするためだけのものじゃないんですね。例えば、はい、人参を細かくすりおろして、はい、でドレッシングに使うとかもいいですし、あとは玉ねぎのすりおろしでドレッシングもできるし、はい、あとは好き嫌いがね多いお子さんとかいた場合に、あのおろし金で全部すりおろしてもらって、はい、それをですねあの肉団子に混ぜるとかハンバーグに混ぜるとか、こうやって野菜食べてもらうっていうことができますし、はい、あとはねピーラーですね。ピーラー、はい、ピーラーはこれ皮を剥いていくための皮むき器ピーラーなんですけど、はい、こちらもですね皮むくだけじゃなくって、はい、あの人参とかね、うん、こうピーラーで全部ぐるぐるっと剥いていくと、はい、あの麺状になるんですよ人参が。 なります、うん、ね、あれであのさっと茹でてで麺状のサラダ作ったりですとか和え物作ったりとか、あそういった使い方もできます。ピーラー皮むくだけじゃないじゃないんですよ。中も使えるんですね、うん、他の使い方もできますね。あとはですねスライサーですね、はい、うん、こちらは野菜をねあの薄くスライスしてあの切ってもらうそのためのものなんですけど、はい、包丁苦手っていうね方だと薄く切るの、はい、私薄く切れないってなるじゃないですか。わかりますよ。これがスライサーだとさささっと簡単に薄く同じ厚みで切れますので、すごいですよね。これもね あると便利かなと思いますよ。あやっぱこういったね道具も使ってた方がいいんですね。そうですね、より、ね、楽しくなりそうですよね、お料理しててもね料理の幅も広がりますしね。なるほど。あとはまあちょっと包丁、まあ、切り方というか、まあ、これ気をつけた方がいいよみたいなところってありますか？あの切り方って本当いろんな切り方あるじゃないですか、たくさんありますよ ねそれこそみじん切りとか、あとは輪切りとか、はい、いちょう切りとか本当たくさんありますけど、全部に共通しているものっていうのがですね、はい、あの包丁使う時の左手がポイントなんですよ、はい、あ左手、包丁を持つ手にこう集中しちゃったりとか、はい、あとはどのぐらいの幅になってるかななんて言うと野菜の方に目がいっちゃうんですけど、はい、実は左手が大事で、まずはね猫の手にして切ること、あの指が出てたりするとやっぱり指切ってしまうなんていうのもありますので、あのどれだけね左手をこう猫の手にしてちゃんと添えることができるかっていうので、上手に切れるかどうかが変わってきます。やっぱりそうなんですね、猫の手。そうなんです。ちっちゃい頃に教えられました。そうですよね猫の手ってね、そうそうそう、いやこれはね今後も続けていかなければいけないところですね。大事なポイントですね。はい。あとはですね、まあ、切り方もそうなんですけど、剥き方っていうんですかね、はい、これでいいんだろうか、剥けてるけど、みたいなことが結構あって、何かそのいろんな、ね、お野菜あると思うんですけど、なんか これで剥くといいよみたいなものってあったりしますか？あそうですね、剥くのに困るとか悩むっていう、山芋とか長芋、あれって滑ったりヌメヌメしててね、しますよね、手が良くなるとかあると思うんですけど、はい、あのああいった長芋山芋類っていうのは、はい、キッチンペーパーね、あれを手の上に乗せてもらって、はい、でその上に長芋とか山芋乗せて、はい、でピーラーで剥いていくと、はい、あの手で触らない、直接触らないので、あの滑ったりとかねつるんっていかないで済みますので、あ、このねキッチンペーパー1枚あるかないかでやりやすさが変わったりしますし、ますね、あとはですね、はい、生姜の皮、はい、うん、まあ、皮の部分に香りが一番こう強く出るので、はい、皮むかなくてもいい料理の時はそのまま使うといいんですけど、皮むいて使うっていう料理の時には、はい、あのスプーンとか、はい、うん、あとは割り箸とか、ああいったものでこすってあげるだけで皮むけますので。え、知らなかった。そうするとね皮薄くむけますから便利ですよ。そうなんですね、包丁でやってましたあ、そうだったんだ。そういった切り方できます。あとは
ごぼうの皮とかですかね。難しそうなイメージはありますよ ね、うん、ねごぼうもですねあの包丁でやると結構、はい、あ怖いわっていう、ね、方もいると思いますけど、これもねあのアルミホイルくしゃくしゃに丸めて、はい、で軽くこすってあげると、はい、それだけでね皮がきれいに落ちますので。それ簡単。簡単です。剥き方もいろいろあるんですね。そうなんですよ。何でも包丁で剥けばいいってもんでもない、ね、皆さんもぜひねあのお料理の中で取り入れていただきたいかなと思っております、うん、いやありがとうございます。勉強になりました。以上料理の素朴な疑問のコーナーでした。皆さんなんともうエンディングの時間になってまいりました。今回の愛され召し上がりいかがだったでしょうか。この番組は毎月第2第4火曜夕方6時からお送りしておりますので、ぜひ次回放送もよろしくお願いいたします。今回からのね、はい、新コーナーもお楽しみいただけましたでしょうか、うん、はい、私青木由美の SNS インスタフェイスブックなんかでもですねあのお料理の画像なんかあのいっぱいアップしておりますので、はい、ぜひチェックいただければと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。それではまた次回もぜひこの愛され召し上がれお聞きいただければ嬉しいです。では今回はこのあたりで、皆様のお相手は青木由美と佐々木千秋でした。どうぞ皆様愛され召し上がれ。